行きますよー。おにゃー、おー、プリミティアプレイヤーエエルです。今回はサブマシンガンを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、よりコンパクトで片手で大量の弾を連射できる強い武器にしてみようと思うので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはなるだけ小型の弾を作ります。こんな感じで赤鉄鋼をできるだけ小さいサイズでたくさん切り出したら火で炙って熱していきましょう。そうすると鉄に変わってくれます。これが飛んでいく弾頭になるわけですね。そして次は薄い火薬を限界まで小さく切りましょう。この世界では物体の体積が20立方センチメートル未満になると消滅してしまうので、 1×4×5cm のギリギリサイズに切り出しました。さっきの鉄と比べてみると、鉄の方が 2cm×2cm×6cm くらいなので、まだ少しだけ小さくできそうです。と思ってさらに削っていますが、うまくいかずに消滅することが多かったので、すべて小さくするのは諦めました。それからさらに、大量の 5cm×5cm のプラスチックの板と、最小サイズのヤギスライムの肉片を用意しましょう。そして、こんな感じで、用意したパーツを組み合わせて、なるだけ反動を抑えた弾を作っていきます。余計な部分がくっつかないように、2センチくらい離れたところから、物体スナップ機能を使って、くっつけるのがコツですね。ちなみに、スライムの肉片は、玉の後ろに何か物体があっても、反応を軽減させる働きをします。よし、ようやく一つ玉ができました。残りの材料も使って、大量に玉を生産していきましょう。よし、21個の弾ができたのね。ちゃんと発射できるか、火をつけて確認しておきます。変なところがくっついていると、こんな感じで、プラスチックが壊れて、カチッと音が鳴ってしまうので、すぐわかります。すべての弾が、ちゃんと発射できるように、発射に失敗した弾は、組み立て直して、正しく接着しておきましょう。何度かやり直した後、うん、順調に発射できてますね。よし、すべての弾のチェックが終わったのね。この弾をいい感じに組み合わせて、マシンガンのように連続で発射できるようにします。小さなプラスチックのかけらを用意して、弾の間に貼り付けながら、少し弾を追加して、縦に6つ、横に4つ、合計24アースの弾を組み合わせたものを作りました。こちらに火を近づけると、横の列は引火しませんが、下から火をつけると、下から上に引火して、連射することができます。これなら、下からタイミングよく点火していくことで、6発の弾を4回に分けて、24連射することが、できるんじゃないでしょうか。でも、普通の導火線では、引火速度が速すぎるので、こんな感じで、くねくねにした導火線を作りました。これなら、いい感じの速度で引火してくれるんじゃないでしょうか。早速セットして、火をつけてみると、ダメですね。引火速度が速すぎます。これはこれで強いですが、マシンガンっぽくないので、導火線の間に木を挟んで、もっと引火を遅くしてみましょう。そうすると、今度は引火が遅すぎます。これはこれで、
6点バースト制御を4回できて強いと思いますが、やはり滑らかに24連射したいのね。ちょうどいい認可速度になるように、さらに工夫しながら強化線をいろいろと作って試していきましょう。そして導火線を上下ではなく前後にくねくねさせたものを使ってみると、いい感じの引火速度です。そのおかげでしっかり24連射することができました。手で持った状態でもしっかり反応を抑えて手から離れることなく打ち尽くせています。試しに地面に置いた生ゴムの塊を狙ってみると、しっかり弾が飛んで当たっているのがわかりますね。これで弾を連射する仕組みはできたので、仕上げに点火の仕組みと外装をつけましょう。導火線の端に最小サイズにしたタングステンと、その上に放熱防止用の最小サイズの古代の合金をつけます。あとは古代の合金で配線を作って、サブマシンガンっぽい外装と照準器、配線と近づけたベアリングのバネをつけたら、配線とバネの間にスライムの肉片を取り付けます。そしてベアリングの下にバッテリーを4本追加しました。この状態でスライムを食べると、バッテリーから配線に通電してタングステンが発熱します。そうですね、松ぼっくりの導火線に点火すると、弾が発射されました。さらに発射しやすくなるように肩に押し当てて安定させるストックをつけて、バッテリーの数を4本から6本に増やしておきました。これでスライムを食べてから弾が発射されるまでの時間が早くなるはずです。照準器も見やすい位置につけ直して、サブマシンガンの完成です。シンプルな構造のおかげでかなり軽いので余裕で片手で持つこともできました。もちろんそのまま撃つこともできます。広い範囲から弾が出るので狙いは正確ではないですが、この軽さで十分な連射速度と相談数があるので、なかなか強い武器になったんじゃないでしょうか。早速木を狙って撃ってみましょう。スライムを食べてしばらく待つと、しっかり弾が当たって木を破壊することができました。せっかく弾をたくさん発射するので、木をまとめて破壊しましょう。3本の木を狙ってみると、連射しながら狙いをずらして3本まとめて破壊することができました。次は小さい木を狙います。こちらの木もしっかり弾を当てることができています。でもかなり外れている弾も多いので、大きな草も狙ってみましょう。そうすると物体が破壊された後わずかに揺れる時間があるので、思ったよりダメージ表示が出ません。なので以前作った草をたくさん組み合わせた的を狙ってみましょう。いきますよー。おにゃー、おー、バシバシ弾が当たって的を破壊してくれています。どんどん穴が開いて奥の的に弾が当たっていくのがいい感じですね。今まで作ったマシンガンの中では連射速度は最強なんじゃないでしょうか。今度は耐久力の高いドローン工場の壁を狙ってみましょう。すると威力が足りなくて破壊することができません。今回はコンパクト感を重視して薄く伸ばしていないので、ほぼダメージボーナスが入らず、ダメージが低くなっているからですね。それに、
さっきの場所より気温が低いせいか、うまく上方向に引火せず、すべての弾を発射できなくなっています。これは今後改良が必要ですね。でもとりあえず、たくさんのダメージ判定を見ることができたので、よしとしましょう。それでは次は、こちらのザゴキャラカルテットを狙って、サブマシンガンで撃ってみましょう。果たして全員倒すことは、できるんでしょうか？スライムを食べた後、しっかり狙って撃ってみると、いい感じに連射された弾が当たって、領域のザゴキャラ全てを破壊することができました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。照準器を覗いて、狙いながらスライムを食べて、少し待っていると、よし、弾が発射されました。煙でよく見えませんが、ちゃんと全員倒せているみたいです。弾が少し残っているので、ついでに発射しておきましょう。それでは最後は、こちらの巨大スライムを狙って、サブマシンガンで撃ってみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか？鉄の弾頭では倒せないので、それぞれの弾に、ガラスの破片を貼り付けて、イエロースライムに効くようにします。この状態で、少し離れたところから、撃ってみると、威力不足ですね。もっと近づけば、威力が出ると思うので、さらに近づきながら、撃っていると、やったー！巨大スライムを倒しました。連射している弾の一発が、スライムに弾かれて加速したのか、3800ダメージくらい与えてくれたので、見事に耐久力を削り切ってくれました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、サブマシンガンさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。